なあ。ったく、いい加減にしろよ。八神です。
おい、八神さん、あの、八神さん、八神さん、知らねえぞ。ったく、時間食っちゃったよ。そんなに怒ってんの？
ったく、時間食っちゃったよ。やっと顔出しに来やがったか。どうも。そんなにご無沙汰でしたっけ。ああ、今ちょうどお前のことを話してたとこだ。お忙しいんですか、八神さん。別に、金になる仕事があればいつでも受けるよ。いつもエネルギッシュですよね。喧嘩も強いし。カンフーやるんですか。ガキの頃基本はかじったけど、まああとはストリートの我流だよ。だからまあ流派で言うとカムロ町流。カムロ町で鍛えられたみたいな。なんですかそれ、ちょっとかっこよくないですか。あの八神さん。ん。実はお願いしたい仕事があるんです。いいよ。どんな仕事。今来ているのはこちらの案件です。依頼人の方には八神さんの事務所の場所をお伝えしておきますから。わかった。いつも助かるよ沙織さん。まで行かれますか。それでは出発いたします。
で行かれますか？それでは出発。よう、お前まだ何か探ってんのか？この間の事件。ええ、何かまずいですか？いや、まずいっつうか、あれはもう終わったろ。調べてもらっても金は出せねえぞ。いいですよ、うちが勝手にやってるだけです。でもあれだぞ、お前羽村が真犯人隠してるって思ってんだろ。それであれこれ調べてるって聞いたら怒るよな、羽村は。向こうが先に俺らをコケにしたんですよ。裁判の後頭と何かやり取りは？新谷がよく電話で話してるけどな、一緒に飲んだり仲良くやってるよ。へえ。さあどうぞ、服部さん。狭い事務所ですが。分かってます、何度も来たことありますからね、八神さん。忘れてた、あ、今新谷が取材受けててよ。ねえ、八神はここにいないものとしてくださいよ。でないとお宅の読者にこの間俺が勝ち取った無罪まで怪しいと思われる。いやいや、新谷先生は大丈夫ですよ。私もしっかり傍聴していましたし。帰ります、俺はお邪魔みたいなんで。この間の裁判、八神さんもご活躍だったんでしょう。ぜひ新谷先生とツーショットで一枚。お茶をどうぞ。これはこれは、わざわざありがとうございます、城崎先生。